お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日司会を務めます東京女子プロレスのリングアナウンサー南波さゆりです。よろしくお願いします。ただいまより2月11日後楽園ホール大会の記者会見およびタイトルマッチ調印式を行います。最初にインターナショナルプリンセス選手権チャンピオン伊藤真希対挑戦者上福行の調印式です。両選手よろしくお願いいたします。それではこちらの調印書にサインを入れていただきたいと思います。調印書にサインが入りましたので正式なタイトルマッチとして認定されます。はい、それでは上福行選手コメントをお願いします。はい、上福行です。今回このカードを会社から聞いた時に私は何度タイトルマッチとかシングルで戦うとかそういうの嫌だって伝えてきたのにやっぱりこういうことになるのかってちょっと思ったんですけど、でも相手が今伊藤ちゃんがこのベルトを持ってるということで、これは逃げちゃいけないなと思って、挑戦させてもらうことに決めました。そうですね、伊藤ちゃんのことは多分ここ数年で誰よりも近くで見ていて、別にまあ、あんまり一緒に試合をしたりとか戦ったりとかっていうのは今までないんですけど、でもなんか数年前なんかひょんなことからきっかけにすごく仲良くなって、まあ、選手として知り合ったけど今やただの友達にとしても仲良くなって、何年も伊藤ちゃんのこと見ててすごくどんどんかっこよくなっていくし、なんか最初思った印象と今が全然違くて、タイトルマッチも最近ずっとほとんどついて大田区でメインやった時もその前にタッグで挑戦した時ももうずっと見てたんです。すごい応援してて個人的にも友達的にも選手としてもすごく応援していたんですけど、このインターナショナルのベルトを野輪光とかけて戦うって決まった時になんとなく自分の中でああもうこれ伊藤ちゃんが勝つんだろうなって自分の中で確信があって、でずっとセコンドついてたんですけどそこは行くのをなんかやめたんですよね。でそれってのが、まあ、自分が負けた相手が野輪光でそこで伊藤ちゃんが勝ったらきっと自分はもうなんか劣等感だったりなんか自分のこと嫌いになっちゃうんじゃないかなって思って怖くてセコンドにつけなかったんですけど、でもやっぱり選手としてもだし友達としてもだし連れてる私がダサかったら伊藤ちゃんもまあ気持ちよくはないだろうと思い、私が友達としてダサくいたくないし今の私を、まあ、ベルトにも伊藤真希にも、挑戦をしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。続きまして伊藤真希選手コメントお願いします。はい、はい、まあね、さっき上福が、まあ、言ってくれたんですけど、そうなんですよ、あの友達なんですよ。で伊藤を友達って一人いれば十分だなって思ってるんですけど、その一人が上福なんですよ。なんでまあぶっちゃけそのやりにくさみたいなものは正直あるんです。でもなんだろうな、すごいなんか伊藤のことすごいすごいみたいなこと言ってくれたけど、伊藤もそのなんだろうな、上福が前チャンピオンだった時す
すごい面白かったなって思ったんですよ、伊藤が前にチャンピオンだった時よりも。だからなんかその時代を超えたいっていうのもあるし、だからなんか今回絶対に負けたくないし、負ける気ないです。友達としてチャンピオンとして必ず、まあ、いろいろな気持ちをぶつけてくると思うんで、100倍にして返して勝ちたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。続いて質疑応答に移らさせていただきます。質問のある方は挙手をお願いします。お二人に聞きたいんですけれども、まあ、先日のタッグトーナメントで上福選手は直接伊藤選手が勝っているということなんですけれども、まあ、そちらもこう、まあ、試合にも影響する部分というのはありそうでしょうか。前回そのタッグで戦った時は、私は横にまたちょっとプライベートから友達になったアスカ選手が横にいて、でもとりあえずここであの時は、まあ、伊藤ちゃんに対してどういう思いがあったっていうよりも、まあ、まず横にいる人に嫌われないためにどうにか頑張ってますって姿勢を見せないとやべえなと思って、ちょっとあまり普段がっつかないんですけど、ちょっと最後まで自分がどうにかしたい、かっこいいところを見せたいと思ったし、そうですね、伊藤ちゃんに結果的にはその時勝てたけど、あれはこれにどうつながるかっていうよりも、その時とにかく必死だったので、またちょっと意味合いは変わるかなとは思います。フェイマサーで沈んでるので、フェイマサー対策をきちんとして勝ちたいと思うんですけど、なんかなんだろうな、すごい弱気な発言がさっきからずっと気になるので、これはもうなんか対策するほどでもないのかなともちょっと思ったりもします。ただまあやっぱ油断は禁物なので、うん、まあ、しっかり勝ちたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。上口さん、はい、前回チャンピオンだった頃は独自の世界観というのを作られました。まあ、今回ベルトを取った暁にはやはり以前のようなベルトの取り方というのはされるでしょうか。と、もしベルトを取ったら、まあ、今ちょっとおびってるじゃないですか、今なんかな。でもまあ、ちょっとこういろんなショットを打たせていただいて、今絶賛きっと東京女子もサイバーファイトグループも今レッスルユニバースの会員数を増やそうと思ってると思うんですよ。なんで今ちょっとアジアのお金持ちとかいるじゃないですか、きっとそういうところに向けて、こう結構プロレス見てるとなんかこうアメリカの方とかそっちのヨーロッパの方ですごい英語発信とかすごいしてやってると思うんですけど、自分英語は喋るんですけど中国語とか韓国語とか喋れないんですけど、勉強してこのチャンピオンになったらアジア圏の方のレッスルユニバースを本当に何十万人も増やしたいと思ってます。それでは二選手ありがとうございました。 Hey, you're still the cutest in the world, but you know I'm the coolest in the world. Piece of you, piece of shit.続きまして2人はプリンセスマックスハートトーナメント決勝戦、辰巳梨花渡辺美優組対天間のどか愛の雪組の4名です。2人はプリンセスマックスハートトーナメント、辰巳梨花と渡辺美優は中島翔子ハイパーミサオ組、荒井由紀宮本萌歌組に勝利して決勝進出。天間のどかと愛の雪はノア光角田直組、上福由紀飛鳥組に勝利して決勝進出となりました。過去両チームはプリンセスタッグのベルトをかけて2回対戦、2020年1月4日後楽園ホール大会では美優が由紀から勝利、2020年11月7日 TDC ホール大会では由紀が美優から勝利、過去の対戦成績は1勝1敗となっています。
それでは渡辺美優選手、辰巳梨花選手からコメントお願いします。はい、はい、渡辺美優です。はい、今説明にもあったように、爆裂シスターズのお二人と戦ったのが、東京ドームシティホールで、私がユキさんに負けてしまったことで白チームが、ベルトを失いました。そこでタッグとしても個人としてもどうやってこれから成長していけるかなっていうふうにものすごく迷って、どうしようってすごいなったんですけど、でもそこからリカさんもミュウも、今すごい一番強い状態を更新して、今が一番白チームとして強い状態だと思うので、このタッグトーナメントで一番に白チームがなります。はい、そうですね、爆裂とは、ね、タイトルマッチ以来の勝負にもなりますし、そうですね、なりますし、その時ベルトを奪われてしまった因縁の相手でもあるなと思うし、特別な相手でもあります。でそれにのどかは卒業も決まっていて、タッグチームとしてがっちり戦えるのも最後かもしれないなって思うし、しかもそれがタッグトーナメントの決勝という最高の舞台なので、もう萌えに燃えてるんですけど、もう3回目のタイトルマッチという気持ちでお互いのベストを尽くし合って、どっちが一番か決めたいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、天馬のどか選手、愛にゆき選手、コメントお願いします。はい、爆裂シスターズの妹の方、愛のゆきです。タッグトーナメント、爆裂シスターズとして最後の参戦するタッグトーナメントだったんですけど、フリー Wi-Fi、ベニーユーと手強い相手たちと戦ってきて、でもまだ
こう、最後だからとか言いたくないんですけど、それでもわーなんか泣いても笑ってもパクチュームとパクチューム対爆裂シスターズっていうのは最後になると思うので、ありったけのありったけの狂ったパクチュームをぶつけてもらいたいです。そして爆裂シスターズはその全部を受け止めて全部パクチュームを食べてベロンと勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に移らさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いします。4チームに聞きたいんですけれども、まあ、コメントでももうおっしゃってると思うんですけれども、まあ、これ優勝したことでタッグタイトル挑戦というのが見えてくるので、そちらについてはどうかというでしょうか。同意だと思いますけど、はい、もちろん見えてくると思ってますね。そのためにも優勝をつかみ取ろうと思ってます、はい。ね、優勝した先、その次のことはもうマジラビが待っているということなんですけれども、マジラビとも、私たちご縁があるので、ユキがデビューしてから一番最初に2人で、タッグを組んでベルトに挑戦した相手もマジラビでしたし、またこう要所要所で要所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 で要所要所でマジラビが当たるたびに妹の成長も見てもらいましたし、私自身の成長も2人に見てもらってますので、また今の私たちをマジラビにぶつけてベルトを奪って岡山に持って帰って畑に埋めたいと思います。白昼の方にお願いします。先ほどの話にもありましたが、東京ドームシティホールでベルトを落としてから去年1年間あまり白昼として目立った活動はなかったんですが、やはりそれを踏まえてやはりこの試合にかける思いというのはやはり特に強いでしょうか。はい、ちょうど去年の2月11日にリカさんが持つベルトに挑戦して、で去年ハクチュームで戦った2月11日後楽園がメインイベントだったので、やっぱりこの 2.11 後楽園でハクチュームがまたメインイベントで今度は一緒に戦えるっていうのが自分の中ではすごくやっぱり締めたいなっていう思いがあるので、価値を取りに行きたいなと私は思います。そうですね、去年はそうですね、タッグとしても、まあタッグとして直接的な何でしょう結果とかは残せなかったかもしれないんですけど、去年はもう本当に個々が伸びた1年だったなと思うし、もう本当に個が本当に強いので、タッグにしたらもうそれもまた倍増するし、2人とやり合ってて、もし1人になる場面があってももうそこが強いので、大丈夫かなっていうなんか確固たる自信もありますね。あります。続きましてシングルマッチ、新井由紀対スズメの試合です。こちらはシングル初対決となります、はい、それではスズメ選手からコメントお願いします。はい、スズメです。ゆきちゃんとシングルということで、ゆきちゃんはデビューした時からあんまり試合する機会がなくて、いろんな人と試合してる姿を見てずっと戦ってみたい相手だったので、こういう形でシングルができるっていうのはすごく嬉しいです。
で最近は何度か試合をさせていただいたんですけど、そんな中でこの前タッグトーナメントで私たちのチームはゆきちゃんとモカのチームに負けて敗退という形になってしまって、みんな同級生っていうのもあって本当にいつも以上にどの負けよりも悔しかったかもしれないってぐらいに悔しかったんですけど、今回の大会アリスとモカもシングルが組まれているので私たちそれぞれ勝ってリベンジをしたいという気持ちが強いです。はい、ありがとうございます。続きまして新井由紀選手、コメントお願いします。はい、新井由紀です。さっきすずめさんもおっしゃってたように私たちは同い年で、東京女子プロレスには同級生がたくさんいる中で、やっぱりすずめさんはすごく先を行っているようなそんな印象がある先輩だったので、こうしてシングルマッチで戦えることが本当に嬉しく思います。最近何度か試合させていただいて、やっぱり自分に持っていないものをたくさん持っていて、すごく対照的な部分が本当にたくさん私たちにはあるなってすごく感じていて、すごく難しい試合だとは思うんですけど、私は期間やってきた期間は短いけど、それでも積み重ねてきたものとかしっかりあると思っているので、意地を見せて、すずめさんも、すずめさんはやっぱり負けたくない相手でもあるので、しっかり自分の意地を見せていけたらなと思っています。はい、ありがとうございます。続きまして質疑応答に移らさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いします。新井さんにお聞きしたいんですけども、先ほどの鈴木選手は自分に持ってないものを持っているんですけど、具体的にどういった部分でしょうか。やっぱり試合をさせてもらってすごく感じたのがスピード感だったりとか技のバリエーションの多さだったりとか、やっぱり自分には全然ないものなのですごく羨ましく思う部分がたくさんありました。すみません、あれさんに伺いたいんですけども、当時は残念だとおっしゃられましたが、その後の進路とかつ、この人はそう、どういうイメージだったのか、トーナメント、トーナメントは準決勝まで進むことができたんですけど、それはやっぱりモカさんとだったからっていう部分がすごく大きいと思っていて、今回すごい後輩タッグではあったんですけど、二人で突き進むことができて、それは本当にすごくいい経験になったなと思っていて、ここで得た自信はシングルマッチでも絶対に生きてくると思うので、一人になっても、タッグトーナメントで学んだこととか今まで試合してきて学んだことをたくさん生かして、シングルマッチでも強さを見せれるように頑張りたいなって思います。ありがとうございます。勝つとしたらどういうイメージなのか、いいですか。勝つとしたら、そうですね、でもやっぱりデビュー戦から大事にしてきたかかと落としファイナリーを決めれたら少し価値が見えるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。すずめさんに聞きたいんですけども、どうしても新井さんにこう注目が集まってしまうシングルで、どういったこう心境でこのシングルに挑むことでしょうか。はい、そうですね、注目度っていうのはゆきちゃんが参戦した時からのことなんですけど、そうですね、ゆきちゃんのことを応援している人がたくさんいるのも分かってるんですけど、以前ランブルの時の投票で私にもたくさん投票してくださった方がいて、
それですごく驚いたんですけど、私にもたくさん応援してくれる人がいるっていうのを気づくことができたので、注目度っていう意味ではそこまで気にしていないというか、東京女子プロレスの一員のゆきちゃんに、東京女子プロレスの一員の私として勝ちたいと思ってます。はい、ありがとうございます。両選手に尋ねます。今の千鶴選手のお話にもあったんですけども、あの2人の東京女子でのやはりファンの方の人気というのはお二人ともすごくて、あの人気者対決という形にもそういう側面もあると思います。その辺の意識というのはありますでしょうか。さっきも申し上げた通り、そういう人気とかよりもゆきちゃん本人に勝ちたいという気持ちですね。私も、ありがたいことにたくさん注目はしていただいているんですけど、注目されたら勝てるっていうそんな世界ではないと思うので、そこはあまり私も気にせずに、プレッシャーにも感じずに練習に励むように心がけているので、2人でそういうことは気にせずに真正面からぶつかり合いたいなって思っています。ありがとうございました。以上で記者会見を終了いたします。最後までありがとうございました。